ザ・ボディーショップザボディーショップ d に本社を置く化粧品メーカーである。2006年にはロレアルに買収され、2017年にはブラジルのナチュラ・コスメティコスに売却された。なお、日本における製品の販売は、イオンが出資するイオンフォレストがヘッドフランチャイジーとして行っており、1990年に日本第1号店が東京都渋谷区神宮前に、 表参道店として出店され、1976年、アニータロディックが天然原料をベースとしたオリジナル化粧品を製造、販売する企業として設立した。2007年現在、世界50カ国以上に2000店以上を展開している。企業の中心的な価値に、広範囲にわたる地球上の問題への対策を、 支援する強い取り組みで世間の知られるところとなった。化粧品製造における動物実験に反対する人権擁護に積極的に取り組むなど社会的企業として世界をリードする企業となっている。ザボディーショップは企業の社会的責任を果たすために企業理念として5つのバリューズを掲げている。 1970年、アニータ・ペレラとゴードン・ロディック、後に結婚は、サンフランシスコベイエリアを訪れた際、バークレーのテレグラフ通り、テレグラフ・アベニューにあるシャンプーや老ン、ボディクリームなどを売る店に出会った。二人の起業家によって、ザ・ボディ・ショップと呼ばれていたその店は、環境への懸念を宣伝し、顧客に対して、新しい容器を売るよりも、自分の容器を持ってくるように要請していた。 そうすることで商品をディスカウントすることができた。元のボディーショップは1980年代にロギックにアメリカでのボディーショップの商標を売り、その後もボディタイムと名前を変え、米エリアで業務を続けることになる。1976年3月27日、初めてのボディーショップがブライトンのケンジントンガーデン22に開店し、 ロディックは夫のゴードンがアメリカを回っている間、二人の娘と共にこの地に身を置いた。ボディーショップはバービーそっくりの肥満の人形を作ったことがある。その人形に世界には三十億人の女性がいて、スーパーモデルのように見える女性は八人しかいないというタグが添付されていた。バービーの製造元であるマテルは後に著作権侵害を理由に同社を訴えた。 ボディショップは毎年50%の急成長を見せた。1984年4月には非常常の証券を扱うロンドンの USM で扱われ 95P の発値がついた。1986年1月、ロンドン証券取引所に上場 820P で取引される。1991年までに 同社株式の時価総額は3億5、0ポンド、5億9、100万、アメリカドルになった。2006年3月、ボディーショップはロレアル社の買収案に6億5230万ポンドで合意した。創立者のアニータとゴードン・ロディックはこれにより1億3、0ポンドを手にしたであろうと報じられた。ロレアルが、ボディーショップが、 中心的な価値として否定している動物実験を依然続けている事実などから多くの議論を呼んでいる。2007年現在、世界中の顧客や小売業者からボイコットが起こり、特に本社があるイギリスで強い動きがあった。以前からボディーショップは地域のイベントやチャリティを店のウィンドウで告知するなど創業者のアクティビズムを反映していた。ロディックは自身が 環境的に無神経だと思える。美に関する産業や伝統的なものの見方を批判し、標準的な企業の行動を変えようとした。1986年、ボディーショップはグリーンピースと同盟を組み、本社が政治的になりすぎることに関する懸念を持つフランチャイズ店がある中、クジラを救え、セーブザ・ホエールズキャンペーンを展した。ボディショップはまた、企業理念。 バリューズに掲げたコミュニティトレードの実践も積極的に行っている。この理念は貧困にあえぐコミュニティと取引を行い、世界経済からは置き去りのような扱いをされがちな国々から天然の素材や手作りの製品を買い付け、その対価として公正な代金を支払うという彼らの自覚的な行動を反映したものである。1986年に行われた 初めてのコミュニティトレードは、インド南部の小さなコミュニティから供給されたフッチローラーで2007年現在でも重要なコミュニティトレード供給者である。それ以来、ボディショップは地球規模の社会よりも地域社会を見つめている多くの取引相手を見つけ、2007年現在は25カ国35以上の地域と取引している。トレードの対象となっている原料にはババスオイル、 ブラジル、ココアバター、シアバター、ガーナ、マルーラナッツオイル、ナミビア、ハチミツ、ザンビア、オリーブ、イタリア、ティーツリーオイル、オーストラリア、アロエベラ、グアテマラ、ブラダーラックシーウィード、アイルランドなどがある。ボディショップ財団は、市民や人々の権利、環境、動物保護の分野で、革新的で、地球的なプロジェクトを支援している。 ボディショップ国際公開有限会社の事前信託はボディショップと多様な資金調達団体から毎年の寄付を受けている。ボディショップ財団は1990年にボディショップからなされる事前活動への寄付をより強固にするために形成された。2007年現在までに財団は9500万ポンド、約20億円2008年1月13日の レートを助成している。財団は、チルドレン・オン・ザ・エッジ、コートなど多くのプロジェクトや団体に対し、直接物資を支援する現物寄付を定期的に行っている。1991年までにボディーショップの援助ではなく、取引を第三世界の人々を援助するため、彼ら自身のニーズを満たし、そのために彼らが持つ資源を利用し援助する。 創造的な取引を、党の独自活動が展開されている。一つは、ネパールの製紙工場で始まっており、37人の雇用者が、バッグ、ノートと香り付きのライナーを生産している。もう一つは3万3000平方フィート、3000平方メートルの広さを持つグラスゴー郊外、イーストハウスの休防地区にある、石鹸工場で、それまで、慢性的に失業中だった。 10人100人を雇用した。時に、反資本主義、反国際化とみなされがちだが、ボディーショップの哲学は、事実、国際市場では、賛同を得ている。ザ・ボディーショップは、その影響力と利益を、援助ではなく、取引を計画に用いており、公正な雇用活動、安全な労働環境及び、賃金の平等を目指している。ロディックによると、 中国では販売される化粧品は必ず動物実験がなされなければならないためボディーショップは中国では販売できないザ・ボディーショップはその活動に関して定期的な独立した社会監査組織による監査を受けている様々な香りの製品を開発販売しているがどれだけ人気がある商品でも初犯の事情で廃盤になってしまうことがとても多い ただし、一度廃盤にされた商品でも、数年後に期間限定で一時的に復活したり、福袋に特別に入れられることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。